高校野球シミュレーション4について紹介するよ。このゲームは、高校野球ファンが作ったゲームで、現行収録されていて、リアル高校野球要素の詰まったゲームで無料でできるよ。高校野球シミュレーション4は通称ココシメ4と呼ばれていて、この動画でも今後はココシメと訳します。リアル要素として都道県別でルールが違ったり、過去の大会他県の大会結果を見ることができたりします。たくさんあるので、ゲームを流しながら紹介していきます。最初から全校の中から好きな高校で遊ぶことができます。また、新設校を建設してのプレイも可能です。今回は今は亡き PL 学園を選択します。難易度も選択できるのでプレイスタイルに合わせることができます。次は練習設定を見てみます。練習設定では180分から時間を振り分けて、練習メニューを設定します。右の練習効果で上がる項目がわかります。練習メニューは5つまで設定できます。打撃や守備、投手などのメニューに分けて、練習前に設定していきます。また、機材を購入することで練習効果を高めることができます。照明を購入すると練習時間が長くなります。まさに部活って感じですね。また、練習アイテムの他に、試合を録画するビデオカメラなどがあります。照明で練習時間が60分伸びたのでメニューを組み直します。簡易設定で簡単に設定できます。次は日程を進めていきます。イベントです。どうやらココシメ4のマスコットキャラクターは、カピバラのようです。スカウトもできるので見ていきます。スカウトは1年契約で、契約料が高いほど優秀です。複数人雇うことも可能です。スカウトについてはまた後ほど紹介します。進めるとランダムでイベント発生もあります。また練習試合を挑まれることもあります。今回はお断りしました。どうやら怪我人が出たらしいです。なんと全治65日の骨折で今年の夏は絶望です。大会の組み合わせを確認します。大会ガイドもあるので確認してみます。大会ガイドはブラウザ経由で見れます。表紙があってパンフレットみたいですね。まず、大会展望を確認します。ここでは優勝候補の高校などの紹介が簡単にされます。履正社と我が PL 学園が最有力です。打撃や投手についてと中心の選手を紹介してくれます。また、高校別に評価も見れます。左の欄にある高校を選択で好きな高校を見れます。大阪夏予選大会はもう順当に勝ち上がったので組み合わせで振り返ります。大阪の夏予選では北区と南区に分かれて3回戦まで行い、4回戦、準々決勝で再抽選します。まず、2回戦の試合結果から見ていきます。八北相手24対3。次に南部3回戦です。津を相手に2球の7回コールド勝ちです。次は不大会の4回戦です。これも桜宮相手に22。続く春日岡相手に9例。準々決勝では、大阪桐蔭相手に、8-2の快勝。準決勝で阪愛29-3の大勝。そして決勝戦へ。準々決勝からは、球場は舞洲ベースボールスタジアム。優勝候補の履正社が決勝戦の相手。打率は上回っていますが、防御率では負けています。試合速度を5倍にして1回から見てみます。舞洲ベースボールスタジアムはオリックスバファローズ2軍がナイターで使用します。現実同様に球場は都道府県によって変わります。内野は黒土、外野は天然芝ですね。ストライクの時に審判の腕が上がるのが地味に好き。ここで大会ガイドの大会展望を読んでいきます。履正社と PL 学園が中心となりそう。履正社は、打撃力、投手力ともに、非常に高いレベルだ。エース上村は、マックス144キロの速球派。他にも野茂、長田を擁しており、投手陣は超強力で大量失点はない。長田を中心とした、強力な打撃陣は、高い得点力で相手チームには脅威となる。PL 学園は、打撃力投手力、なかなか高いレベル。エース藤川は、高い制球力が持ち味。沼澤も力も持っており、投手面は強力で、安定している。西原を中心とした、強力な打撃陣は、高い得点力で相手チームには脅威となる。大
会展望では、他に大阪桐蔭や近大寺も優勝候補として名を挙げていました。履正社と PL 学園の2校が中心となりそうがドンピシャでしたね。2アウトに三塁先制チャンス。この後は高速でお送りします。1点返されました。学園差はコンバットマーチですね。外で打っているかやエラーなどがわかります。4回に初得点と打線が大爆発。早送りします。我が PL 学園が甲子園の切符を手に入れました。選手全員マウンドへ集まり、黄色い声援に包まれています。12で勝ちました。日程を進めていきます。地区甲子園出場の垂れ幕が、甲子園出場で100万円ゲット。大会の組み合わせを確認します。 PL 学園の1回戦の相手は石川県代表の星稜ですね。今回も大会ガイドを軽く確認します。甲子園の表紙はかっこいいですね。大会展望では横浜が頭一つリードしている。続いて智弁和歌山、PL、報徳の4強が優勝候補といったところか。甲子園では注目選手もある。横浜高校のエース塩川直也はマックス148キロ。コントロールが非凡で飛球から崩れることはない。打者の方では PL の奥江が紹介されているが、まだ怪我が続いている。ついに阪神甲子園球場での試合です。強高校級の打者奥永は全治13日。甲子園のサイレンにより試合が開始しました。やはり、サイレンがあるといいですね。応援歌はアフリカンシンフォニーです。甲子園だとキャッチャーのファールゾーンが広めですね。ここで星稜について紹介します。打撃力には絶対に自信を持っており、打線の切れ目がなく破壊力は十分だ。強力打線において田上と清水は球を捉える力には定評がある。投手陣は厚い。エース平林雄三は球威はあまりないが、球速よりも切れで勝負するタイプだ。以上、星稜の紹介でした。試合は1回表2アウト満塁のチャンス。なんと、この重要な場面で星稜のレフトがお手玉をしました。PL 学園は、これで3点先制します。PL 学園も紹介します。打撃力には絶対に自信を持っており、打線の切れ目がなく破壊力は十分だ。超強力打線の中で、打線の中心である奥永には、球を捉えるセンスは超高校級だ。投手陣の層はかなり厚い。藤川慎吾は、球威はあまりないが、球速よりも切れで勝負するタイプだ。以上、PL 学園の紹介でした。ここで応援歌がエル君バンチェロに変わりましたね。試合速度についてですが、1、8倍の任意の速度に変更が可能で遊びやすくなっています。また、スコアボード画面と音のみの高速モードもあります。応援歌は出し KO です。応援歌がアッコちゃんに変わりました。攻撃時は待てやバント、盗塁、スクイズが使えます。指導力が上がればエンドランやミート打ちなどできます。ホームランダー。点差が開いたので早送りにしていきます。そういえば守備の時は守備シフトなどを指示できます。点差も開いたので高速で見てみます。高速試合ではピンチやチャンスで止めて速度を変更したりすることも可能です。この PL 学園物語はここら辺で終了します。次は過去の大会が見れることについて説明します。夏秋明治神宮甲子園と好きな大会を見れます。予選は現実同様に地区によってルールが異なります。今回は愛知の秋予選を見てみます。愛知の秋1次予選では地域ごとにリーグ方式になっています。
次予選では、一次予選で勝ち上がった高校でトーナメントします。また、敗者復活もあるので愛知県は秋予選では一番試合数が多いのかなと思います。県大会は50校夏甲子園出場高校の51校で行われます。老後の秋大会も確認します。トーナメント形式でたくさんの地域があり敗者復活もありますね。他の都道府県では全チーム参加のトーナメント形式だったりしています。おそらく都道府県によってルールが違うことを再現しているのは高校野球シミュレーション4だけだと思います。好きな年度大会都道府県を確認できるので自分の箱庭で高校野球の歴史作りをしている感じがします。次はブロック大会を見てみます。先ほどの愛知が含まれる東海ブロックはどうなっているのか。愛知が4校、岐阜三重静岡が3校で明治神宮大会の切符を争います。大阪の近畿ブロックなども同じようにトーナメントで争います。次は明治神宮大会を見てみます。各ブロックの代表でトーナメントを行っていますね。優勝は宮崎の日南学園でした。次は春甲子園のトーナメントです。東海ブロックではベスト4の高校が出場しました。春甲子園の覇者は智弁和歌山でした。また、過去の都道府県別甲子園出場校も簡単に確認できます。私は、こういうデータを見るのが好きです。次は神宮大会の球場の雰囲気を2イニングだけ流します。神宮球場は東京ヤクルトスワローズが使用している球場でもあります。内野は土の中にダイヤモンド系の芝があるなどの特徴的な見た目をしています。こんな感じの雰囲気でした。次は地方球場へ、舞島ベースボールスタジアム、甲子園、神宮球場を同時に見比べてみます。4つの試合映像を並べてみました。一緒に見ると色の違いなどがわかりやすいですね。マウンド土フェンスの色などが違っていますね。また、外野の芝の色も違っています。スタンドの席の色も球場後によります。球場の紹介はこれくらいにして次はスカウトシステムについて説明しようと思います。スカウトは年俸制で雇うことができます。契約料が高いほどいい選手をスカウトしてきます。時は流れて、スカウト結果が出たようですね。早速確認してみます。松本はかなりの打者で守備は一級品。スカウトの外野率が高いですね。年俸450万スカウトのカピーワールド氏が松本から石田までの5人を発掘しました。年俸50万スカウトの佐藤和夫が西島と谷口和を発掘しました。西島の評価はそこそこの打者で守備は使い物にならず将来が楽しみな選手らしいです。入部は5人までなので450万スカウト3人50万スカウトに入部で比較してみます。実際の能力は入部までわかりません。さあ気になる能力はいかに ?450 万スカウトは松本、牛島、石田の3名をまず見てみましょう。3人とも強打高打守備投手総力がオール C 以上で他の部員より能力が高いですね。次に50万スカウトの谷口と西島を見てみましょう。450万のスカウトどころが一般入学生よりも能力が低いですね。逆に言えば一般入学の岡村は能力が高めですね。まさに安物買いの銭失いですね。ちなみに入学生の能力は監督の名声が上がると能力が高い選手が入部します。スカウトの紹介の次は世界大会について紹介します。春甲子園で優勝すると WHB の日本代表監督のオファーが来ます。WHB は、ウエストヒップバストのことではありません。ワールドハイスクールベースボールの略です。高校野球の世界規模の大会です。
るか受けないかは任意で決めれます。頑張って受けることにしました。次の仕事は代表メンバー決めです。でも全国には膨大な選手がいて把握しきれない。協会側がポジションごとに候補を絞ってあるので選びやすくなっています。投手6人捕手2人内野5人外野5人。起用法は投手リストから選択しても他のポジションで使うこともできます。日本代表1番手投手の三好は怪物投手です。長崎の佐世保東小高校出身です。ただ弱小校のため甲子園出場はありません。プレー開始時に1年生で必ずいるので、怪物投手を育てて弱小校を強くして甲子園狙いたいならおすすめです。そんなこんな言っているうちに日本代表が決まってきました。日本代表は学校名や学年の名前と一緒にあるのでニヤニヤします。また、今回の大会ガイドもあります。表紙はカラフルですね。大会展望は日本が優勝筆頭国。日本のエース三好はマックス152キロの直球で大会注目ナンバーワン投手です。試合は軽く流してみていきます。準決勝の相手はキューバで球場はペドコパークです。キューバのユニフォームは真っ赤で袖が青いですね。スタンドの形が特殊で外野のファールゾーンが狭いですね。下に部分も違っていますね。スタンドは3段になっていて満員ですね。勝利しました。試合映像は以上です。決勝戦の相手はベネズエラでした。投手の体力を見ていただくとまだ1球も投げていないのに体力が減っています。これは戦闘して体力が回復しきれていないからです。次はチリ、アメリカ、台湾、中国の4カ国のシーンです。球場は全て異なります。このままだと分かりにくいので選手をズームしてみます。ユニフォームや帽子の色などが違っていますね。次は WDH の大会形式、試合結果を確認します。 WDH は WBC に近い形式なのかなと思います。1次ラウンドでは4チームでリーグを行い、上位2カ国が2次ラウンドに進めます。出場国は合計で32カ国参加しています。ちなみに1次ラウンドでは日本は韓国に負けました。2次ラウンドも1次ラウンド同様に上位2カ国が決勝ラウンドへ進めます。ここでは韓国に借りを返しました。最後は決勝ラウンドです。トーナメント形式で行います。日本はチリ、キューバ、ベネズエラを破り優勝しました。最後に球場の紹介をします。ここシメ4では球場を確認する機能があります。球場の特徴の再現ができていて合計で60種類近くあります。各都道府県専用の球場があります。リアル感が増しますね。またそれとは別にオリジナルの球場も見ることができます。世界大会の WDH ではメジャーで使用している4球場があります。フェンウェイパーク、SBC パーク、ペドコパーク、ドジャーススタジアムです。今回は第1回 WBC の決勝でも使用されたペドコパークを紹介します。球場はスクロールで確認することができます。今回はフェンスに沿って球場の形を確認します。外野に比べて外野のファールゾーンは狭いですね。外野スタンドは階段がありますね。ペトコパークはライト側が広く左打者任せの球場で日本では見られない形状の球場です。ライト線付近のスタンドの形状がデコボコしていますね。以上で高校野球シミュレーション4の紹介を終わります。いかがでしょうか。高校野球シミュレーション4は高校野球をかなりリアルに再現したゲームだと思います。それは制作者西野氏の高校野球愛が強く、細かいところまでこだわって作成したゲームだからだと思います。ヘルプの打文は西野氏の高校野球愛にあふれた文章なのでぜひ読んでほしいです。答
コシニョ4が作られたのは2009年と10年以上前ですが、今一度多くの人に知ってもらいたい。現実の高校野球が厳しくなっている中で、応援歌やユニフォーム選手権などの企画で高校野球を盛り上げている人がいるのを見て、私も高校野球を盛り上げていきたいと思い、この動画を作成しました。約20分間お付き合いいただきありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。